皆さんこんにちは。今回は7月5日のメンテナンスで初心者や復帰勢にすごくいい緩和が来たんで、神アップでですね、こういうのをちょっと見ていこうかと思います。でまずこれですね、ルクスインテグラルシリーズまでの生産素材のドロップ率緩和、これが大きいと思います。とある方のツイートを見たら、13層フロアボスのアラズザブレイズシューターっていると思うんですけど、あれ倒しただけで円腕腕が46本一気に落ちたみたいなのがあって、13層フロアボス腕何本あるんじゃいっていう話なんですけど、あ、46本じゃない、一回倒しただけで64本も落ちたんだすごいですね。でそれがルクス武器までその作りやすくなっただけじゃなくて、ちょっと他にも恩恵があって、まあ、ちょっとこれ見てほしいんですけど、まあ、加工した画像なんですが、これ50層迷宮区奥地ですね、行った時のドロップログ、あ、システムログを貼ったものなんですけど、これ爪が1回倒しただけで16個出たりとか、まあ、大体12個でしたね、なんですけど、まあ早く回ればなんか1分ちょいとか、まあ1分2分いかないか、1分台とかで多分回れると思うんですけど、1分って例えばあの掲示板で50層フロアボスのラストナンバー倒すとしても、なんか読み込み時間含めるとなんか1回30秒とかいっちゃうのかな、いかない人もいるのかな、まあ行くと思うんですけど、大体でそれ2回やると多分1分ぐらいいっちゃうと思うんですよ。で掲示板のラストナンバーって、その爪、この気構造の爪っていう、あの基本素材ですね、あのいつも出るようなそのボス特有のドロップみたいなのが、あの出ない時とかあって、でまあ1回倒しても2個とかだったりするんですよね。でまあこれはもうほぼ毎回確実に12個か16個出るんで、まあ、確実性っていう点で言っても、まあ、効率がいいし、まあその分その回るパーティーが早くないと、その倒すの早いっていうか、その迷宮区1回回る速さが早くないと効率よくないんですけど、これは本気で指輪の生産素材、あの干渉石上をいっぱい作りたいなって思った人はいいのかなって思いました。まあ、ちなみにこれなんか、まあパーティーの名前、パーティーメンバーの名前隠すためにここ貼ったんですけど、これ鉄球24個ってこれ25層フロアボス奥地、25層迷宮区か、奥地これ1回倒した時24個も鉄球が落ちて、鉄球ボロボロボロって感じなんですけど、まあ、とにかくあの指輪がまた効率よくなったなと思いました。まあ、人によっては掲示板のがいいよって言うかもしれないんですけど、俺はなんか、まあ、個人的にいいなって思いました。あとね、これがマジで大きい、インゴットと指輪が入手できるクエストを追加って書いてあるんですけど、これがめちゃくちゃ大きくて、まあ、特にこれですね、48層のリズベット武庫店のそのリズベットに話しかけてできるそのクエストが追加されたんですよね。でこれつけると熟練度レベル20になるまで熟練の獲得経験値が50も増加するんですよ。でしかもあのインゴット効果に武器種の指定がないんで、防具とかにつけてればもう常に熟練が50上がった状態なんですよね。まあ多分ブーストモードとかつけるともっと上がると思うんですよ。なんか何倍かわかんないけど、3倍とかになるのかな、あのギルドスキルとか合わせると。これのおかげで熟練が本当に上がるのが早くなったと思います。まあよくその効率よく強くなる方法みたいなその動画で言ってるから、まあ結構まず熟練オール25以上にしようみたいな言う人が多いと思うんですけど、これやればね、まあ20になるのが早いんで25以上結構楽になったのかなと思います。これ実際リズベットブック店に行ってみると、まあこういうクエストが出てきて、でまあなんか話していくと、
まあこれすぐ終わるんですよ。話すだけでもうもらえちゃって、別に特になんかあのクエストなんか倒して達成するとかそういうものはなくて、まあ、ただ話聞くだけでもらえてしまうということで本当にいいんですよね。マジで楽なんですよね。これもね、ほらこれ緑のあのクエストのあの押すところがあって、これでクエスト受けられて、でまあこれ本当話聞いてるだけでこっちもねもらえてしまうんで、まあ、指輪、まあレベル1の指輪だったかな、なんですけど、まあ指輪はねこういうレベル1のやつとかでもらっても本当最初妥協でもいいのでつけとけば、まあ、エクストラアビリティって言って指輪にアビリティをつけられるんで、まあ、ストーリー攻略中とかはね本当もらうだけで全然いいと思うんで、まあ、こういうねあの緑の丸ポチがついているアビリティがあると思うんですけど、この丸ポチの効果だけがつくんですよね、指輪つけると。つけてないよりつけてる方がやっぱずっといいので、てかめっちゃ大きいので50層クリアしたら、まあ、まず行きたいですよね。まあ、アップデ内容はだいたいこんな感じ、その初心者復帰生にすごくいいっていう内容はこんな感じなんですけど、まあ、本当に神アップデだと思ったんで、あのこれから始める人ねまたね楽になったと思います。まあ、よく追いつけるのって聞いてくる人いるんですけど、まあ、追いつきやすくなったのかな、少しそう思いました俺は。ですけど、ご視聴ありがとうございました。